清水区の和田島ブロックでは水道管が通る橋が崩れて現在もおよそ4500戸で断水が続いています。断水した地域へ水を届けるためこちらの橋では仮の水道管の設置作業が行われています。断水解消に向けて市は復旧工事を進めていて昨夜は仮設の水道管をつなぎ合わせる作業が行われました。清水区では今日午前までに5万8500戸で断水が解消し残る和田島ブロックでは5日までに飲み水として利用可能となる見通しです。